はい、今度はスタジオリバーサイドようこそ。先ほどですね、誰にでもできる、弾き語り教室をやったんですが、間違えてました。人間誰でも間違えるんで、これご勘弁ください。ドミドミドファドファドソドソのところで間違えてました。はい、すみません。正しくはですね、ドミドミドファドファドソドソドラドラドミドミドファドファドソドソドラドラです。はい。私実はですね、ラが苦手なんです。はい。ラララとかね、ピッチが不安定なんです。ラが苦手ですね。ドレミファソラ、ほら不安定でしょ。なのでドレミファソラシ、シは得意なんで、アツシっていうぐらいで、これね不思議なもんでして、言い訳がましくてすみません。あの名前で おがつく人はですね、大体ルートの音が安定してます。で私の場合アツシなんで、常に不安定なんですね。なのでピッチが不安定なんです。なので一生懸命練習します。ドレミファソラが不安定なんですね。シーシーは意外と安定してシードドレミファソラシード特にラのとこにラーってラーっていうのラーが苦手なので練習します。ドレミファソラシードなので、私の楽曲にシが出てくることが多いです。あとシっていうぐらいでね、はい、というわけで修正版こちらが正しいんでね、皆さん練習するときドミドミドファドファドソドソドラドラドミドミドファドファドソドソドラドラ、はい、こういうの自分でやるとどこが苦手なのかね、分かっていいと思います。すいませんでした、申し訳ございません、間違えてしまいました、はい、こちらが正しいんでね、はい、皆さんドレミファソラシドドシラソファミレド、これ長く伸ばすのと短く、切るの両方練習されるとよろしいと思います。ドレミファソラシドドシラソファミレドとドレミファソラシドドシラソファミレドドレミファソラシドドシラソファミレド、これ両方練習するとよろしいと思います。はい、すいませんでした、間違えてしまいました、こちらが正しい、誰にでもできる、弾き語り講座でした。教室でした。はい、間違いばっかりですいません、というわけで、先ほどのはですね、参考になったかと思いますが、一部間違えていたので、こちらが正しい修正版でございます。それではまたお会いしましょう。竹下敦史をお送りいたしました。それではまた。